皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。ユネスコ無形文化遺産に登録されている和食、ヘルシーでバランスが取れた食事として近年世界的なブームになっています。日本のみならず海外のネット上でも家庭で簡単にできる和食の作り方が動画付きで数多く紹介されています。そんな中、ある和食を紹介した一本の動画が世界を驚かせました。その動画を見た人々からは、日本人は正気か、絶対に真似してはいけないと驚愕の声が上がったのです。今回はそんな世界を驚かせたある料理に関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私ともみがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。外国人たちが驚いたその和食は、専門店でも提供されていますが、一般家庭でも作られるものです。冬というイメージが強い料理で、関東と関西で作り方に違いがあると言います。その料理は、そう、すき焼き。すき焼きの作り方を紹介したある動画が世界に衝撃を与えたというのです。江戸時代、農作業中にお腹が空いた農夫たちは、農具のすきを鉄板代わりに使い、豆腐や魚などを焼いて食べていました。これがすき焼きの原型と言われ、すきで焼いたことがすき焼きの語源とも言われています。語源については、薄切り肉を指すすき身からすき焼きになったという説もありますが、このすきで食材を焼いたことが江戸時代末期にすき焼きになったそうです。日本では牛馬は田畑を耕すための貴重な動物であったことや、殺生を禁じる仏教の教えなどもあり、飛鳥時代から江戸時代まで牛肉や馬肉を食べることは公には禁じられていました。しかし明治天皇が牛肉を食され、牛肉の栄養価が新聞などで紹介されると、関東では鍋で牛肉とネギを煮る牛鍋が流行し、関西では肉を焼いた後に野菜などを調理するすき焼きが流行。関東では後に割り下を使って食材を煮るという調理方法になりますが、割り下で煮る、まず肉を焼く、この違いが関東風すき焼きと関西風すき焼きの違いとなりました。海外のネット上で紹介されたすき焼きの作り方では、出来上がったすき焼きに生卵を絡めて食べるシーンが紹介されていました。関東風、関西風、どちらにしても特に変わったことはしておらず、一般的なすき焼きの作られ方。しかし世界が驚いたのはその食べ方、生卵に絡めて食べるという食べ方に外国人たちは驚愕したのです。生卵に絡めて食べる、この食べ方に世界は驚き、多くのコメントが寄せられました。早速その一部を見てみましょう。ダメ、絶対ダメ、生卵なんて食べてはいけない、せっかく美味しそうに出来上がったのにどうして生卵なんて使うのよ、日本人は正気か、それともサルモネラ菌の恐ろしさを知らないのか、俺の国ではサルモネラ菌に汚染されている卵は1万個のうち3個ぐらいと言われている、それでも生食はしないようにって指導されているよ、卵を生で食べる国があることは知っている、でもそんな国でもサルモネラ菌に対して絶対安全と言い切れないだろう、リスクがあるのに卵を生食したいとは思わないね、私なら最後の1工程を省いて食べるわ。生卵って食べてもいいの？食べたいなら日本へ行ってね。新鮮な卵なら生で食べても大丈夫だが、卵を適切に管理できていない国ではやめておいた方がいいね。新鮮かどうかわからない国も多いから、ほとんどの国では卵の生食は禁止なんじゃないの？
どうして日本の卵は生殖できるのかな。生卵を食べるというのは外国人たちにとって衝撃だったようで、サルモネラ菌による食中毒を心配する声が多く寄せられていました。サルモネラ菌は鶏や牛などの動物の腸だけではなく、河川などの自然界にも広く分布する細菌です。サルモネラ菌は乾燥に強く、菌の数が少なくても食中毒を引き起こすことがあり、幼児や高齢者は特に注意が必要で、世界的にサルモネラ菌による食中毒は下痢症を起こす大きな原因となっています。サルモネラ菌を死滅させるには調理の際に十分加熱しなければならないのですが、日本では卵かけご飯やすき焼きなど割と普通に生卵を食べます。海外では生卵を食べるのは危険という認識が広がっており、日本人の生卵を食べる文化が理解できないというのです。日本ではなぜ卵を生食しても大丈夫なのでしょうか。その理由は日本だけの厳しい検査基準にありました。日本では卵を産む鶏の餌からサルモネラ菌対策が始まります。与えられる餌は抗生物質や抗菌薬が混ぜられていて、その餌を食べて育った鶏が産んだ卵は集められて、ルールに基づいた方法でしっかりと洗浄され検品され、サルモネラ菌検査が行われます。卵を加熱せずに生で食べる習慣がない国では、日本のように卵の洗浄などは行われません。スーパーに並べられている卵はこのような厳しい検査をクリアしているので、賞味期限内であれば安心して生食することができるということなのです。しかしそんな日本でも毎年およそ100人が卵による食中毒を発症しているといいます。その原因はスーパーに陳列されている生卵にあるのではありません。管理が行き届かず、すでに傷んでいる卵で食中毒を起こすことはありますが、正しく管理された生卵で食中毒を起こすことはよほどありえないのです。ではどうして食中毒が起きてしまうのか。その原因は生卵を触る手にあるといいます。他の食材に付着していた菌やウイルスが手につき、その手で生卵を触ることにより、菌やウイルスが生卵を汚染してしまい、食中毒を発症してしまうのです。ところで、家庭では冷蔵保存が望ましいとされている卵ですが、スーパーではほとんどの場合、卵を冷蔵で陳列せず、常温で陳列されていますね。大きさにもよりますが、卵の殻には気孔という小さな穴が7000から1万7000個あるそうです。スーパーで卵を冷蔵で陳列すると、購入後の温度差によって持ち帰る間に結露してしまい、空気中に存在する雑菌が気孔から卵の中に侵入し、卵が傷んでしまうことがあるそうです。なので一般的な卵はスーパーでは常温で陳列されているのだとか。食品衛生法では卵の保存に適した温度は10度以下とされています。なので購入後、卵は冷蔵庫で保存することが望ましいのですが、その場合外気に触れやすいドアポケットに保存するのではなく、なるべく温度差の少ない場所に保存することが望ましいそうです。日本の生卵を食べる習慣に不安を感じる海外の人がいる一方で、日本の卵の安全性についてコメントを寄せる人も多くいました。今度はそんな声を見ていきましょう。日本の卵の品質は世界一だね。厳しい規制と品質管理が日本の卵を安全なものにしているんだ。日本で暮らしていた時は卵かけご飯を毎日のように食べていたけれど、何のトラブルも起きなかったよ。自分の国では怖くて食べられないから、日本の卵かけご飯と生卵をたっぷり絡めたすき焼きが本当に恋しい。確かに日本ではみんな当たり前のように生卵を食べていたわ。最初は生卵を食べるってことに驚いたけど、その驚きはすぐに
日本は生卵を食べても問題がない特別な国という驚きに変わったの。日本では生卵を安心して食べられるけど、他の国ではそうはいかない。すき焼きの本当の美味しさは日本へ行かないとわからないってことさ。生卵を食べるなんて日本人は正気なの？これは日本でしか考えられない料理だわ。すごく美味しそうに見える。私の国の卵は日本の卵みたいに安全じゃない。残念だけど日本のように生卵をつけて食べることはできない。日本の卵って鶏の餌とかを徹底的に管理してサルモネラのリスクを低く保っているって聞いた。それに卵も徹底的にチェックしているらしい。そこまでするから日本の卵は安全と言えるんだ。日本以外の国で暮らしている人はいくら美味しそうに見えても絶対に日本の真似をしてはダメ。卵の生殖なんて日本以外の国では不可能なことなんだから。日本に留学した時、初めて生卵を食べる人を見た。その後、日本の卵は安全だと説明され、日本の卵は安全だと頭では理解したものの、生卵を食べることは僕にとってとても勇気がいることだった。でも食べてみると、すき焼きと卵の組み合わせは最高だと思ったよ。日本人はこの最高の組み合わせをどうやって見つけたのかな。すき焼きに生卵、この組み合わせが誕生したのは明治時代と言われていますが、はっきりとした起源は分かっていないそうです。すき焼きを生卵に絡めるという食べ方が一般的になった理由はいくつか考えられるそうで、その一つが熱いすき焼きを冷ますため。すき焼きがブームになった時、早く食べたいと慌てて食べた人が火傷することがあったのだとか。それで火傷を防ぐために卵をくぐらせてから食べるようになったということですね。二つ目の理由はせっかちな人。当時すでに提供されていた土壌鍋も鴨鍋も最後は卵とじにされていました。なのですき焼きも最後は卵とじにされていたのですが、最後まで待てないせっかちな人が早く食べ終わるように最初から卵をつけて食べたのだとか。さらに3つ目の理由は高級感。今では卵は高価なものではなくなりましたが、明治時代は卵も高級品で牛肉も高価でした。栄養価が高く高価な牛肉と卵を組み合わせることで高級感がさらに増します。この効果を狙ってすき焼きと卵を組み合わせたということですね。そして4つ目の理由が臭み消し。長い間牛肉を口にしたことがなかった日本人にとって、食べ慣れていない牛肉の匂いはやはり気になっていたようです。そこで口に運ぶ前に卵をくぐらせ、牛肉の臭みを和らげようとしたのだとか。牛肉の臭みは徐々に改善されていったそうですが、やはり容易に慣れることはできなかったようです。さて、寄せられたコメントの中には自国の卵に関するものもありました。最後にそんなコメントを少しご紹介していきます。ニュージーランドでは徹底したサルモネラ菌対策は行われていないから生殖はできないんだ。ドイツでは新鮮ってシールが貼られている卵であれば生殖できるよ。ただ僕は新鮮な卵でも生殖は怖いから絶対にやらないけどね。フランスでもそうだ。新鮮ラベルが貼られている卵は生殖してもいいが、それ以外はダメだね。ベルギーでは生卵を食べることはできないな。とても残念だよ。スペインでは生卵を食べる人なんて見たことも聞いたこともないわ。日本では賞味期限内で適切に管理されている卵であれば生殖することができますが、海外では生殖することができる卵と生殖することができない卵が最初から区別され販売されているのですね。卵を生殖する国は日本、韓国、台湾、イタリア、フランス、
イギリスなど世界の中でも極めて稀です。その中でも日本と韓国以外の国は国全体ではなく一部地域に限られています。韓国ではユッケ、その他の国ではシーザードレッシングやメレンゲ、ティラミスなどに生卵が用いられるのですが、台湾の一部の地域ではかき氷やアイスクリームのトッピングに卵黄が用いられることも。トッピングされた卵黄を崩しながら食べるとクリーミーな味わいになるそうですよ。生卵を食べるという日本の習慣には世界中がその習慣を特別に感じ驚いたようです。生卵を安心して食べることができる、これは卵に対して適切な管理がしっかりと行われている日本だから可能なことだったということですね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。